皆さんこんにちは、顔面ホームベース型です。こちらに今向かって歩いてきてるのはなおさんと言います。今回はですね、私の母校である須磨学園高等学校ソフトテニス部の応援にやってまいりました。この日は幸せの村で県民大会という大会が行われていました。この試合をラストに引退する3年生も多いと思います。私も4年前のこの試合をラストに引退しました。ここで白い T シャツのなおさんの大学の後輩を発見。ところで皆さん、赤いユニフォームの2人誰かわかりますか？そうです、先日行われたインターハイで優勝した前田中谷ペアです。おめでとう。勝った。幸せの村テニスコートに来たことある方はわかると思うんですけど、私が今立っている場所、実に本部前でございます。本部前でマジで何しとんねんって感じですよね。本当に私も思います。分かる人には分かることかもしれないんですけど、幸せの村の本部前ってすごく景色がいいっていうんですか、何でも見える。本当に本部前最高。まあ現役の時はできる限り本部から離れる、それだけを考えてたんですよね。はい、部員たちが帰ってきたところで、今からみんなのテントを覗き見していきたいと思います。まあ小学生って YouTube に興味ある時代ですからね。はい、もう覗いてきちゃいますよね。カメラあったらもう一旦映りたいみたいな。私もテレビカメラとかあったら映りに行きますもん。全部カットされるけど、この動画映ってるやつ全部使ってあげる、私優しいみたいな。はい、今可愛い後輩がカメラ覗いてきたんで見せたけど、いやいやみたいな言われてる瞬間ですね。はい、ほんま映りたいくせにとか言っときます。うわ、ほんま映りたかったんや、シャイやな。これ以上言うのはちょっとやめときますね。ここだけの秘密ということで拡散お願いいたします。そろそろみんなのこと見たいですよね。特別に覗き見。もう一切かぶってない学年でもちゃんと名前覚えてくれてたり、笑顔で接してくれて、本当に素晴らしい後輩たちだなと誇りに思います。うわ、今の3年生の子たちはどっちかというとお茶目な学年っていうんですか、面白い学年だと思います。ええキャラしとる。ところで皆さん、ギャップ萌えって知ってますか？みんなが真剣に取り組む姿もやっぱり見てみたいですよね。しっかりカメラに収めてきました。どう見てください、この2人なんかそっくりで可愛くないですか？この2人超息ぴったりだと思います。いました、ガッツポーズして喜ぶ瞬間一緒です。息ぴったり、この礼する瞬間大事ですよね。ずれたと思いきや息ぴったり、こっち向いてる、可愛い。お次はこのペアを見に来ました。ツイストうまい。まあ私はあれやられたらスリーバウンドしてギリギリ取れるぐらい。それ知ってんやねんっていうね。見ました、今カメラバレましたよ。恥ずかしいとか言ってる間にまたツイスト決まりました。すごすぎ、一周回ってツイストして遊んでるように見えてきましたとか言いながらもしっかり打ってるじゃないですか、最高。この1試合だけでたくさんの展開が見れてとっても楽しかったです。実は本当は試合見に来ただけなんで靴もサンダルで着てたはずなんですけど、あまりにもみんなが楽しそうに試合をしてるんで、私もなおさんも打ちたくなっちゃって、ちょっとラケットを借りて壁打ちしてきました。まあすぐバテてやめちゃうっていうね。今日この頃です。全試合みんな圧勝するから本当に7ゲームやったのって聞きたくなっちゃうぐらいでした。最後にこのペア、どこのペアとは言いませんが載せておきます。実に圧勝すぎて最後の 2,3 点しかカメラが回せておりません。そろそろマッチポイントみたいなので、今日の1日を締めくくってもらいましょう。ツイスト、今回もご視聴いただきありがとうございました。